ですね。これよくチョロチョロ新聞とかいろんな雑誌とかにこう出てくるんですけどね、ちょっと模造刀ですけども、長さ、太刀の長さはほぼ変わりません。で、まあ獅子頭を持ちながら刀を抜くという、これはまあこの三重県地内には200頭の獅子が見えます。団体も200団体あります。まあ日本全国で数えるならかなりあると思うんですけども、刀を加えて獅子を本物で回すというのはうちだけ、自慢しました。うちだけです。なかなか本番の時は真剣の刀を使いますのでね、周りがかなり緊張になります。食べさす方も食べる方も緊張します。いいですか。それ刀はご座の上に置いてね。はい、そうで、刀食わせの方は、はい、どうぞ、はい、本来刀食わせさんは、まあ、紋付き袴って、袴じゃないの、紋付きの着物ですけど、まあ、今日はちょっと、ね、理事会長さんですがね、長筋の中のね、大変ですので、スタンバイできました。はい、でそこまで準備して獅子に誰も入ってないよね。意味がないよね。獅子に入らない意味がないでしょ。入ってください。いいですか。まあ、これはオスだけがやります。ですからどちらかというとオスが刀舞扇舞といってかなり出番が多いですよね。やっぱりどこの家族でも家庭でも一緒でも男は刀家ということ でメスはこのように座ってます。ずっと最後の花舞でいっぱいご飯食べに行くだけで待ってます。いいですか。はい、結構私も笛吹く方だけですので、おしゃべりしながら笛吹くのでちょっと間違えたりさっきしちゃったもんで申し訳ございません。また間違えるかもわからんんでごめんね。で言っとったように、扇、ごめんなさい、刀前の方行きますので、前を持ってあげるかな。はい、それじゃあ刀舞、四隅を一旦加えてから、それから抜き始め、多分ここで見るのかな、うん、まあ抜く場面をしっかり見ていただくと本物と変わりません。じゃあ行きます。